私が行ってみたいのはイタリアです。イタリアの国の形はブーツのような形だとよく言われています。イタリアでよく見られる歴史的な建物は、ピサの斜塔など、ローマのコロシアムなどがあります。イタリアの中でも私が行ってみたいのはベニスです。ベニスは水の都と言われていて、たくさんの 水に囲まれている町です。このゴンドラという船に乗って小さな町を観光するのはとても楽しいと友達に聞きました。イタリアにある古い建物や綺麗な海とともに歴史を学びながらイタリアを満喫したいです。イタリア語を学んでから観光に行けたら最高だと思っています。それでも両親はヨーロッパの旅は値段的に高くなるので行かせてくれません。将来機会があったらお金を貯めてイタリアに行ってみたいと思います。